セグンダ・ディビシオン・プロフェッショナルは、ウルグアイにおける、サッカーリーグの二部リーグに相当する。単に、セグンダ・ディビシオンとも呼ばれる。1941年まで二部リーグとして、運営されていた、ディビシオナル・インテル・メディアの後継大会として、1942年に、プリメーラビーの名称で創設された。ディビシオナル・インテル・メディアも、1942年の、 プリメーラビー創設以降は3部リーグとして1971年まで存続した。ウルグアイにおけるサッカー2部リーグは時代とともにセグンダ・ディビジオン、ディビジオナル・インテルメディア、プリメーラビー、セグンダ・ディビジオン・プロフェッショナルと変遷している。前身大会が運営されていた1903年から1941年の間は年によって一部リーグとの間で、 入れ替えがないこともあり、運営ルールが不規則であった。選手たちのストライキにより、リーグが中断した。ありがとうございます。